相手先発を高野と呼んでいました。ところがヤクルトは41歳のベテラン左腕の三浦が先月8日以来の先発。三浦は1回左打者から三振2つを奪う上々の滑り出しを見せます。一方のヤクルト、昨夜の殊勲者トップの飯田が斉藤からツーベースヒットで塁に出ます。ワンアウト3塁となって3番の古田、ファウルで粘った8球目。ヤクルト昨日に続いて1回に先制します。追う巨人は2回、フォアボールと駒田のヒットでワンアウト2塁1塁と二浦を攻めます。7番の岡崎、原が帰って同点に追いつきますが、一塁ランナーの駒田が三塁を狙って刺され、追加点のチャンスを逃します。2回に再び1点をリードしたヤクルト、続く3回は2番の新井から。斉藤のカーブが真ん中に入ります。新井の3号ソロホームラン、これで3対1。続く3番の古田はストレートを叩きます。チームの勢いを感じさせる連続ホームランでヤクルト4対1とリードを広げます。その後両チーム点を取り合い、6対2とリードを広げたヤクルトは7回から4人目のピッチャーとして金沢を送ります。3日前に先発して5イニングスを投げている金沢ですが、福王、熊野と続く巨人の代打構成を簡単に退け、試合は完全にヤクルトペースとなります。その裏2アウト2塁で7番の畑、この回から登板した2人目石毛のスライダーを完璧に捉えます。12号ツーランホームランで試合を決めました。ゲーム差を縮めたい藤田巨人、今日は中4日の桑田で一発勝負に出ます。その巨人、1回の駒田のホームランについて2回にも猛スリー、ライトスタンドへ第14号ソロホームラン、2対0と今日は巨人がヤクルトに先制パンチ。この味方の一発攻勢を受けて先発桑田は4回までに打たれたヒットはわずか2本と立ち上がり好調、連勝ストッパーの汚名を覆す力投でヤクルトに得点の隙を与えません。その桑田、5回にはなんと自らのバットでレフトスタンドへ。天性の野球センスを見せつけた今シーズン第1号はツーランホームラン、4対0とヤクルトを突き放します。さらに2番の上田、こちらも今シーズン嬉しい第1号はツーランホームランで6対0、ヤクルト先発高野、涙の降板になりました。そしてさらに今日ホームランを打っている駒田、この日2本目第22号はホームランダービートップに並ぶ貴重な一発、このビッグイニングで7対0、あとはマウンド上のこの人の熱投です。再三ランナーを背負いながらも頭脳と気迫でヤクルト恐竜打線をシャットアウト、桑田これで3連勝、いよいよ18番の季節がやってきたようです。ウイロードの案内人は勝負のキーを確実に握っています。飯田選手の足対他のチームのキャッチャーの戦いになると思うんですけれども。そうですね、まあ相手にプレッシャーかけられる分有利にできるんじゃないですかね。そうですね、大事な、まあ5連戦なんで本当に一生懸命やって6位に残らないように頑張ります。はい、阪神の和田、来ていた阪神野田投手はランニングのみのメニュー、連戦が続き苦しい投手にとっては恵みの雨と言えそうです。また両監督の表情はいつもと変わらぬものの、首位を狙う中村監督は明日の試合を全力で取りに行き巨人戦に弾みをつけたいと意欲を見せていました。予選に全力でぶつかると必死の中村監督、一方野村監督はこの表情、余裕すら感じられます。阪神は2回パチュレックのツーベースヒットを足がかりにノーアウト満塁とヤクルト先発西村を攻め立て絶好のチャンスをつかみます。ここでバッターは久慈、誰もが犠牲フライかと思いましたがここで素晴らしいプレーが出ます。センター飯田が見事なバックホーム、タッチアウト、阪神に得点を許しません。一方ヤクルトは4回デッドボールとワイルドピッチで2アウト2塁、阪神先発の野田は自らピンチを招きます。このチャンスにバッターボックスはハウエル、野田のフォークを詰まりながらもレフト前へタイムリーヒット、ワンチャンスを生かしたヤクルトが1点を先制します。
西村は回を重ねるごとに調子を上げ、3回以降毎回奪三振、阪神打線を3発4安打に抑える力投、カーブのキレが冴え、絶妙のコントロールで1点を守りきります。結局11勝目を完封で飾り、ヤクルトが首位攻防戦をものにしました。大事な試合なんでね、バックもすごい必死だっていうのがこう伝わってきたっていうか、もう絶対この試合負けられないっていうか、首位との差が今シーズン最大の 4.5 ゲームとなってしまいました。